自分がねトップにならないと気が済まない。僕は相変わらず一匹狼で一時期自分の中で流行ってたのは案件と、あれは結構ガブガブ言ってたんですよ。30億から50億ぐらいってなんとかしゃかり気になればみんないけるんですよ。もうでかくしたい、いっぱい儲けたい、それは男のロマンとしか考えられないんだよって。不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。今回は総投資額100億円超えの大家さん2人にお越しいただき、最新の投資指標や投資家としてのマインドについてたっぷりとお話しいただきます。お二人とも本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆様はじめましての方もいらっしゃるかと思います。フルレバ大家 C もしくはレーサー投資家という名前でですね、コラムにたまに出てみたりインタビュー出てみたりと活動しております。で、楽町の中ではフルレバ大家 C、 これはですねフルレバ大家シリーズということで、3つほどですね動画を撮っていただきまして、私は C ということで、楽町の中では名乗っております。収益物件ということで総投資は104億前後、家賃収入が今6億円強ぐらいですね。ちょっとだいぶ利益改善ができましたん で年間キャッシュフローはアフターで2億円強ですね。返費率、いわゆる返済比率ですけども、始めた頃っていうのはやっぱ 50% 超えてましたけど、もう10年以上経っちゃってるんで、僕の場合でも40とか30ぐらい、30% 台かもしれないです。で、投資スタイルなんですけども、当初はやっぱりフルレバレッジ、なるべくは自分のお金を出さずに、でまた消費税還付も使えてましたので、入ってきた消費税還付は全部使って次のものを買っていくということで、おおよそ一番買ってて1週間で、例えば銀行等のですね、金賞契約3本あったりとかっていう、昨年に関しては自分の楽しみのために別荘を買ったりとかっていうことしかしておらず、特に新築も建てておりません。以上でございます。税理士をやってます鳥山正則です。楽町さんには今まで 3,4 年前から何度も YouTube 出していただきまして、かなり皆さん、私の名前と顔は覚えていただいているようです。今年に入って、髪は真っ白になりまして、4月の楽町さんの取材では私が3年前の165億から変わってませんというお話をしたんですが、総投資額に関しましては今年なぜか目覚めまして180億になりました。12棟ほど増やしまして、そのうち借り入れは6億ぐらいです。ですから現金相当出しました。もうお腹いっぱいパンパンですという状態です。家賃年収は、おかげさんで1ヶ月1億円、年間12億ほどようやく到達しました。年間キャッシュフローは、借り入れ返済を除いて、税引き前で4億ぐらいです。返済比率は180億のうちの120億ぐらいが借り入れなので、それと長期の借り入れをしているので、50% ぐらいかなと思っております。スタイルとしては私は、一度買ったらそう簡単には売らないので、次から次と規模は大きくなります。ですから一度惚れ込んだ物件はずっと貸して、大規模修繕もやって貸し続ける、どうしてもダメになったら建て替えをしてまた貸しますということで、金融機関としては割といいお客なんじゃないかなと思ってます。それと私が買う物件は東京都のなるべく駅地下の商業ビルで古いやつです。なのでなかなか融資付けは難しいです。今はですけどね、利回りもそう高くありません。差し値して買います。そうすると消費税還付が相当できます。それからもう一つ税金でいうと、建物比率を上げてもらって買います。なので減価償却もいっぱい取れて、勘弁法の耐用年数で、当面消費税金かかんないと。最後に相続税も今のところゼロだということで、税理士であって、不動産をいっぱいやってると。でも本業は税理士です。以上です。今回初めて楽町でご共演いただきましたが、お互いのことはご存知でしたか？一度僕がねサラリーマン時代、先生とあれですよね、名刺交換してて、で先生の事務所のお客様が私の、投資仲間なんですね。ちなみに
フルレバ C さん、本業って何されてたんですか、サラリーマン時代は。財閥系の商社の、まあこれでも出世頭の方でしたけどね、はい。ちょっと昨年について振り返りたいと思うんですけれども、昨年はいかがでしたでしょうか。昨年はね、髪を白くなったように気分一新で、停滞していた気持ちを吹っ切りまして、不動産については、17億ほど増やしました。物件数も80棟になりまして、家賃も1ヶ月1億、最終的に税金を引いて残りで1ヶ月1500万いうような状態になったので、まあまあ拡大の年だったなと思ってます。僕昨年は結局収益一切買ってなくて、まあちょっと京都に別荘を買ったりとか、あのキャッシュフローもアフターでやっぱり2億前後残っちゃうので、それ以前だったら大規模修繕やったりと、あと収益不動産の入れ替えをしてたんですけども、どうしてもやっぱキャッシュ使う癖がついてしまって、結構現金だいぶ入れて買うようになってしまったのと、あと去年に関してはそうですね、ちょっとあの別の本業の方、ファンドを運営してますけども、そちらでだいぶ忙しくなってしまったんで、まあお金持っててもしょうがないので別荘を買って会員権買って、車を多少入れ替えて、あっという間にお金がなくなっちゃいましたね、はい。先生の場合例えばね、昨年十何棟お買い上げいただいて、業界から。でもその間にも先生の事務所ってでかいじゃないですか。人のマネージメントもやりながら、でかつほら物件も見に行かなきゃいけないし、既存物件も不動産屋と打ち合わせないと、まあ、管理会社と打ち合わせなきゃいけないから、はいはいはい、それだけでも僕相当大変だと思ってるんですよね。でそれはもう朝もう何時から何時まで夜まできっちり働くよっていう形で365日やってるのか、それともある程度事務所は人に任せられているから今があるんだよというのか、大体どちらなんでしょうね。あのね、私はね、まあ、ゼロから始めたんですけど、会計事務所も不動産業もですね、自分がねやっぱり一番トップにならないと気が済まない性格だなというのが大型イノシシとしたんで、多分分かってたんですよ。なのでだんだん大きくして人に任せるというふうにやってきたので、その、まあ、任せられる人間が要所要所に何人かいる。で私は任せると 口もお金もあまり言わないんですね。ただだからまあ評価しますけどね、自分の中には優劣は当然つけます。ですから本業の税理士業に 90% ぐらいは時間使ってまして、10% ぐらいが不動産賃貸業なんですけど、それも任せる人間と月に2回2時間ずつ打ち合わせをする程度で、あとは買うときに、まあ、銀行とかあるいは見に行ったり選ぶ、そのあたりに、まあ、ちょっとガッとやるのであと 10% ぐらい、その時は増えます。 20% ぐらいは不動産賃貸で、 80% が税理士業で、税務調査でもあると私が必ず行きますから、やっぱり結構あるんで、うん、あのそこは神経使いながらやってますよね。ですからタイムスケジュール的に言うと、私は月から金やって土日は家にいて、まあ1時間か2時間ちょっと仕事をやって、で9時半ぐらいから5時半ぐらいまでで、まあ昼は30分食事して、まあ、大体済んじゃうと、うん、いう感じですね。いやでも僕なんかだとそうですね、午前2時起床、大体2時間で相場の資料、世界からの資料が来るので2時間でやって、で4時からズームで、あの要するにあの入浴時間に合わせちゃうので、ニューヨーク見てその後東京で引き受けなきゃいけないポジションがあったら、大体午前中いっぱい、ちょっとそこでクローズしなきゃいけないっていう時は遠隔で相場ちょっといじって、でそこから12時ぐらいから時間があればなんとか朝兼お昼食べられるかな。でその後結局大規模修繕とかやると現場も僕行くんですね。あ、なるほど。でやっぱり進捗見てちゃんと、まあ、変な左官、まあ、RC だと左官やってないかなとか見るので、なんだかんだ言って僕365日忙しいっていうだからもう先生のように例えば事務所をね、仕組み化きちっとできてればいいんですけど、僕のところはやっぱりその世界中にやっぱりあのいわゆるマネージャーが散らばってしまうので、どうしてもそこで共通でみんなで話せる時間というのはどうしても午前4時なんですね。今のところ考えて一番ベストっていうのは午前4時なんで、そこを絶対動かせない。で
休みも例えば土曜、日本の土曜日ってまだ金曜なんですよ。なので僕が休めるなと思ったのは日曜日と月曜日なんですけど、睡眠時間というか起床時間って絶対動かせられないので、ここだけは世界中どこ行っても同じっていうような生活をずっとここ4年5年サラリーマンリタイアした後はずっと同じ生活してますね。何時間ぐらいですか睡眠時間を。今はもう4時間以上寝てます。4時間以上、はい、5時間よくて6時間。いや6時間寝れないですね。結構短いですね。短いですね。私は 7,8 時間寝るんで。今年は買い取り中心どちらに強めていきたいななどはありますか。もっと規模拡大したいなのか。私はねもうお腹いっぱいなので買いはできません。売りはやらない。買いはねただね先ほど言いましたように1ヶ月1500万ぐらい貯まるので1年経てば1億8000万ただ最近古いの買ってるから大規模修繕が結構かかります。エレベーター号がそこで 3,4,000 万見て1億 2,3,000 万は買えるかなと。そうするとそのぐらいの物件の古いやつはたまにあるので、まあ、1棟2棟は現金買いで行くしかないなと思ってます。僕の場合は基本的にまだ地方にも少し残しちゃったんですよね。 RC とか、あとちょっと木造も新しく建てちゃったやつ売りたいなと思ってて、どうしてもやっぱ人口動態論で言うと例えば僕は富山とかですね福井も駅前持ってるんですけど、ちょっとねやっぱり怖くなってきた。2030年以降がどうなるのかなっていうのと、どうしてもやっぱ田舎の方ってその地面のに住んでる人たちがその魅力を発信していかないとインバウンドなんてできないんですよ。自分たちがやっぱり英語で YouTube 撮ったりとかして人を呼んでくれないと、本当にご飯が美味しいところだし、駅前にこれ安く持てるっていうのは、まあ、不動産投資家としては夢なんですけど、まあ、そこに土着してない限りは基本的には北陸地方の物件は少し売りたいなというのと、まあ仙台とか、まあ、いわゆる政令指定都市の、まあ、大体駅近、北海道を除きますけどね、北海道はまあ田舎にも持ってますけど、そういうとこ少し見直して整理して金利高く引いちゃってるところは少し売却もまたしていこうかなと。で買うのは土地を寝かせてるのがまた東京都の城南6区多少あるので、まあ先生と一緒で現金で建てちゃうか、まあ上物だけはローン引っ張ろうかなと。でも上物でローン引っ張っちゃうとまた土地もね抵当つけられちゃうから、やっぱり現金の方がいいかなっていうのはしっかり考えて、もう一回ちょっと自分のキャッシュポジションと、まあ前倒し返済してもいいし、なんかはたまた別の夢のためにお金使ってもいいしっていうのを少しゆっくり考えようかなっていうのは思ってます。じゃあ今ちょっと次に、普段どんな物件をどんな目線で探してますかって質問しようと思ってたんですけれども、今そのお話でいうと今考え時って感じなんですかね。そうですね、だからまあ逆に言うと人口が増える地域っていうとやっぱ関東近県で16号線の内側しか僕はもう選べなく、まあ要するに田舎九州ですけど、九州も僕ちょっと撤退しちゃったので、まあいい時期だったんですけどね。で四国地方とかは持ってない、中国地方は。で、まあ、関西には友達が海外言うからちょっとまあお付き合いしてますけども、じゃあこれから魅力的なものが出てくるかというとそうでもないから、マンションファミリータイプ買って人に貸して少しなんて言うんでしょう、赤字作ろうかなとか、まだそういうレベルでしか考えてないですね。私はね、先ほど言ったように都心といっても23区の中のそのいわゆる5区とかね3区とかはもう買えないので、2回り2、3波になっちゃうので、やっぱりその周りの板橋区、練馬区とかですね、まあ、北区とかね、そのあたりをまあいいのが出て、あるいは周りの清瀬とかね、その辺りまで買っていいなと思ってるんですよ。基本的に私はその津波とか来るようなところは買わない。なので江戸川区とかあの辺りはあまり職種が動かないんですね。津波、あと液状化です、これはやっぱ何か本能的に嫌なものがあってやらないんです。ただ利回りがそれでも 7%8% を買って、まあ、経費引いて税金は大してかかんない、さっき言ったように建物比率を上げるので、かかんないんですが、それで 5% 残ればいいのかなと思ってるんですね。ただ 5% は10億使って5000万なので、
1ヶ月400万ぐらいで、まあ、借り入れしないでですよ。ということで、ちょっと物足りないなというのは今思ってる心境なんです。ですからもう少し周りに広めて、まあ、先ほど C さんが言われるように16号の中のあたりの利回りは 12% ぐらい回るのとか、うんうん、そういうのを選んでいいのかなと思うんですが、あるいはねホテルとかシェアハウスは面白いかもなって、うん、で最近思ってるんです。ちょっと阿佐ヶ谷から駅2分のホテルを変えたので、ホテルといっても旅館なんですけどね、1階が日本料理屋さん、2階3階が旅館業の、要するに許可を取った旅館をやってるんですよ。ベストですね。これね結構いいよ ね。それで 8% ぐらい回りますから、うん、まあ、それも運営する業者がいるので、うん、やっぱり任せきれないと詐欺のねコストパフォーマンス悪くなる、自分にとって、うん、なのでそれを今 やり始めたとこなんで、よければその駅地下で都心で利回り回る意味でホテルシェアハウスを買って運用できるといいかなって感じがしてます。阿佐ヶ谷外人好きですよ。いや、いいですよ。いやだからこの撮影をその先生の旅館で飲みながらやったらもっと本音が言えたのに。神楽坂3分もありますよ。それもベストですね。これも最近買いました、今年。ベストだな。肉バル屋さんみたいなね。あ、いいですね。1階2階その隣そこ地出てきましたよ今。そこ、坪単いくらですか。坪単価ですか。700、800万いきますよね。500万ぐらいじゃないですか。そんなもんですか。うん、意外に安いです。絶対買いましょう。それは意外に安いです、うん、ただ問題はサブリースになってる。ここに問題があります。サブリース案件は、うん、絶対やめた方がいい、うん、でも 4.7% ぐらいなんで、うん、相当負けてもらいましたけどね、うん、サブリースはね多分いいとこほど彼らはに抜けられないので。おっしゃる通りですね、うん、値上がりが享受できない、はい、家賃の、はい、ここは要注意だと思ってます。だから資産価値としてねずっと持ってるにはいいんですけど、まあそこがね難しいですね。ただ更新の都度値上げを頼んでね、うん、それからもう50年経ってる木造なので、 あと20年ぐらい経てばもう口ちゃえば強制的にもうサブリースはなくなるんで、じゃねって言いますよね。そういう目論見を私は持っていけますね。収益物件を高く売るなら楽町の一括無料査定。収益物件の販売に強い会社が100社以上も登録。査定依頼もスマホ一つで簡単。楽町の一括無料査定。金融機関で何校ぐらい借りてるんですか。25ですね。やっぱり大阪あたりもあるんですか。いや大阪ないです。だからほとんど関東近辺。関東と北海道ですね。北海道はそのエリアの問題はないんですか。基本的にそのエリアっていうよりも、まあ、住所自体は僕も移しちゃいますので、まあ、自分の物件に住んだことになってる。なるほどね、はい、なるほどそれは結構機動的にやってまして、住民票だけは機動的にあっちこっち移動してます。まあできるよね、はい、それは。で、まあ、オフィス借りるか自分の物件のところに入れて転送通知だけ、転送届けだけは必ず自分の本当の住所に入れてますけ ど必ずやっぱそうやって地元に土着しますみたいな、その土地を一応惚れては買ってますから。だから福井なんかもあれなんですよね、原発系の方がいろいろお住まいになってくれてるし、やっぱ魚うまいんですよ。セコうまいんですよ。それはうまいですよ。で福井なんかだと漁港の権利が500万で買えちゃったりするので、いざとなったらここで漁師でもやればいいかなって、それで本当買いましたからね。なるほど。高須漁港とかね、いいとこありますよ。私ねこの間、まあ、今年ですけど、ちょっと別のセミナー頼まれて、その大家さんの会でね、それでその会長とちょっと会食したんですけど、その会長はね、北海道は200、300億ぐらい結構いるって言ってましたね、結構ね、僕はびっくりしたんだけど、じゃあそっちにセミナー頼んだらどうですかって言ったけど、やっぱりそこだけ固まってると、やっぱセミナー東京でやるからね、ちょっとならないんだね。だから向こうは銀行、そこの銀行は貸すとこないからどうしてもそうなんだと、それ本当ですかそれ。僕ですらパッと言って出ました。はい。で、一番物件に対して融資が出やすいのは、いろいろな情報を集めるとやっぱり大阪なんですよ。大阪の新金新組がやっぱ出やすくて、次はやっぱりなんて言うんでしょうね、北海道のやっぱ新金新組ですね。であと北海道の場合新築でRC 建てるのって、まあ雪の重みがあって木造持たんのですけど、 RC はね坪単60、70で建つんですよ。安いですね。
でやっぱりそこに目をつけて僕らもわーっと言ったので、実際出やすいというか、きちっとした稟議が自分でかけて持ち込めるんであれば大丈夫ですね。地銀とかはやっぱあまり出してくれない？僕地銀も借りてます。出ます。はい、大志北越だったりとか、あと77違うか、大志北越確かして持ってたんじゃないですかね、新潟あたりのね。はい、でも北海道だとやっぱ札幌ですか？札幌拠点にはしてます。はい、金利はあれですか、平均的に言うとやっぱ 1% ぐらいでは収まってますか？平均で言うと 1% 台ですね。今あの金利公開の時にやっぱ上げられたのがあって、で一番高いのはね 2.5、うん、まあまあ私なんかいっぱいありますよね。イオシン組とか、新組ね、あの半島系ね、これはだから半島系も結構仲良くさせていただいてるけど、ああ半島系ね、なるほど、新組多いですよね。はい、うん、この東京あたりも結構ありますね。多いです。はい、アスカ信用組合とかね。そうですね、アスカも借りちゃったんです。いやアスカはね、あの私最近借りたんですよ。あ、そうですか。あ、ここね3億まで貸してくれる1人、その支店ベース、もっと借りられるんだけど本店うるさいんで3億までにしてくれというので、もう 2% ぐらいで貸してもらいましたよ。なかなかあのおかげで久しぶりに借り入れができて、その後はもう無理ですと。私の場合は金額が大きいので、うん、もう見るのが無理だっていうんですよ、その新しい銀行は、うん、分析ができない。だからやっぱり今までの借りてる銀行に毎年出してますから、そこで借りるしか基本ないんですよね、うんうん、そこも今のところなかなかもう先生の場合は借金多すぎて無理です。あ、全部開示されてます、それぞれ。ああ、全部やってる。ああ、なるほど、全部やってます。だから僕開示してないからこれなんですよ。それなんでだからフルレバーができるんで。鳥山さんも今こうお財布パンパンみたいなことさっきおっしゃってましたけれども、もうここから先はちょっと厳しいかなっていう感じありますか、やっぱ融資に関して。融資は無理ですね、もうゼロ、もう今度最後ですってもうあの言われてます、新金からも。で建て替えとかならいいって、うん、同じそこの土地の建て替えなら多分借りられますって言ってます。ただ大規模修繕も今言ってもちょっと貸したすぐなんでとかね言われてますから。ありますね、うん、そういう言われ方しますね、うん、で私はもうね現金で行くしかないと当面はと思ってます。たださっき C さんが言われるように、確かに私の場合は年間4億ぐらいあの元金返済が進むので、まあ5年経てば20億ぐらい減りますから、そうするとまた芽が出るのかなっていうのは考えてますよ。まだ増やします、うん、あのねさっき言った話はこういうことよ、まだ上行く人どんどん。もうこれただね、多分年長者では先生ぐらいかな。あ、これが40代だったら僕すごい理解できるんですよ。わかるわかる。で僕ももうアラカンですからいやそろそろ相続どないしようとかってそこ考えますもん。確かにわからんでもない。投資家としてのタイプはこう、まあ、タイプって分類難しいかもしれないですけど、こう自分とここが似てるなとか逆にここは違うなみたいな、お互い思うところってございますか？言ってみてください僕はねあんまりソシアルビルはあの課税業者になりたくないので一棟しかないですよ僕は。はい、もうレジだ、レジばっかっすね。はい、私はね半分ぐらい事業系なんですよ。で事業系の方がね埋まってます、うん、特に都心のあたりはねもうやっぱ埋まってますよ。で事業系はね、なんでかというとね消費税還付が言える、うん、もう完璧にもうこれはもういけるの であと建物比率を上げる工夫をいろいろしてきましたから、まあ、税務署に文句言われないなっても勝てるいうのを考えたんでね。だからそれで面白みを感じてるので、レジはレジでねいいところありますけど、それはそれで置いといて、どっちかというともうこれから当面はその事業系でいこうかなと思ってますけどね、うん、まあいいとこ悪いとこありますよ情報それは、うん、ここはねやっぱりテクニックを知ってるかってやっぱ本業でもできるから。で普通のレジ系大家さんは課税業者嫌がります、分からないから嫌がると思うインボイスになりたくないですよね、うん、1個でも駐車場でもあとめんどくさいですもんね。いやだから土地が今駐車場になっちゃってどうしようまだ登録してないです今多少はしょうがないですよ、率の1000万円のどのぐらい近いかの問題です。あ、そこまでは行かないでしょ。でも100万200万なら何もしないのが一番いいですよ、はいはい、よく相談を受けますよ、うん、そういうの店舗で800万ありますっていうのが一番辛いですよ、うん、どうすんだよってインボイスの問題いやだから、ね、節約税の部分でも例えばほらあの日付入ってない金なし領収書って一番大好物なんですけど、ね、T とか入っちゃうと
あこれももういずれ使えなくなっちゃうなと思ってあれね、伝承法ね、はい、なってくるしね、うん、それはやばいやばい。お二人何をモチベーションされてるのかなっていうのを伺いたかったんですよね。まあ、金額で言うとね、まず今180億になったのでお金貯めないと次できませんから、ちびちびやって、まあ、200億ぐらいまでは要はまあまあ要するに純粋に増やしていく。でその後はね、自動的に今度建て替えなきゃいけなくなってくる、古いので。大規模修繕もちろんやってきますけど、そうすると毎年1棟2棟建て替えていくので借り入れも多分できます。そうするとね、まあまあ300億は私がいるうちにやっちゃおうかなと。すげえなって思ったんです。あわよくば500億だなとかねちょっと思ってるんですけどね。先生のご年代でもね、っていうか僕の年代でもやっぱり病気が見つかって急にいなくなるやつってちょっと増えたんですよ。あですよね、本当にだから見つかったらもうステージ4でしたとかね、膵臓がんとかね、多くて、ご健康な方もいらっしゃればポックリいっちゃう年代が、もう40代でも死んじゃうやつは死んじゃってますから、自分がどっちのタイプなのかっていうのをまず見極めはつかないじゃないですか。いや一応まあ多分普通よりはピンピンしてる方だと思うんですけど、それでもがんになっちゃったらもう急にほら資産をこう継承しなきゃいけないんだけど、その手続き取れてなかったりとかっていうのがやっぱりできて、まだ完全な準備ってできてないので、規模がこれぐらいだったらあんたたち残された家族なんとかできるだろうね。だけどもしこれが僕先生のレベルまで行ってたら、もう多分仕組み化してもうちの女子供だと人を動かせないですよね。だからそこがちょっと怖いなって今すごく惑ってるあらかんですね、そこは。そうですね、家族構成とかね、そのあたりはやっぱ大きいですよね。私の場合はね、まあ家族から言うと息子と娘がいて、それでまあそっちもまあ幸い子供もまたいるので、男の子もいるので、まあその辺が大きくなってくると、まあ今の不動産も、まあうちの息子も会計士税理士取ったので、まあ当面の間はそれなりにこう、まあよっぽどのね、アクシデントがなければいけるのかなというのがあるんですけど、深刻な進行したがんにならなかったりすれば、まあ今はね医療が進んできてますから、それを早めに見つけて、まあそういうのをちゃんとやってね、それで健康、まあ要は規則正しい生活したりすればね、まあいけんじゃないのかなと思ってますけどね。一応ね、がん保険はね、いくつか断診とかがん保険付きなんですよね。だから借金チャラになる部分が結構あるから、軽いがんならいい、僕もなっても。ただもうポイントオブノーリターンのがんだとちょっとね、いやショック、それはショックだと思いますよ。最近、まあ、その金利これから上昇見込み間違いないっていう話と、あとその物件価格ずっと高いよねってこととか、あとインフレでその修繕費が高いよねみたいなことで、不動産もちょっとそろそろやめようかなみたいな声も一部の方から聞こえる中で、まあ、不動産これからどうですかっていうのをお二人からそれぞれちょっと聞きたいなと思ってまして、まあ、それぞれちょっと思われることがあったら。まあ、確かに金利はねじわじわ上がってきてますしね、まあ、おそらくインフレ傾向はやっぱり続いていくと思いますよ。円安もねちょっとここで円高になってきましたけど、基調は僕はそう変わらないのじゃないかなって、日本自体がちょっと落ちるようなところを感じるんでね、変わらないんじゃないかと思ってるんでしょう。で物価の高もやっぱり戦争はね続くし、もっとひどくなるかという感じもするので、やっぱりその傾向は強いかなと思うんですよ。その中で何がいいんだというところで選んでいくと、じゃあ株なのか、さっき言われた私も商品相場やるだけでいっぱい損してまして、センスがないんでね。だからやっぱりね、結局インフレに強いっていうのは不動産なんですよ、だからそれでどの不動産にするかっていうのは、不動産は世の中に要するに土地は1個しかないので、これを選ぶ能力はやっぱり重要だと思うんですね。でやっぱり人口の数勢からしたら東京圏、それも駅の近いところ、でそれが古くてあってもいずれ建て替えればいいので、まあ金の卵を産む鶏を探すと、いうことが僕は一番いいのかなと思ってます。簡単にまとめちゃうとこれがもう正解なんですよ。でちょっと金利とか言うと実は僕専門家なんですね。もう海外でファンでやってますからだけど、金利の動向が分かりますかって、神の溝知るゴッドノーズ、
Nobody knows。 だから超反発地なんですよ、どっちか。短期的3ヶ月見る、6ヶ月見る、1年見る、はたまた3年ターム、5年タームっていう言い方で言うと、金利上昇傾向っていうのは間違いない。ただイールドカーブコントロールレンジが日本の場合上下 1% でしょ。でこれが取っ払われた時は僕は怖いと思ってます。イールドカーブは確実に何を見てコントロールをつくかは、世の中のインフレ率のコントロールのために金利をいじりますから、これはもう先生が言われた通り傾向はある。ただ、これは要するにまだ皆さんの給料が上がってない段階で、もう戦争リスクも先生言われたようにめちゃくちゃあるんで、この段階で石油もなくなって商品の物価も上がって給料上がってない、そしたら誰も食えなくなっちゃいますからね。ここを見なきゃいけないからイールドカーブコントロールは難しいです。でじゃあいつ上がる、上がる傾向に対して備えておかなきゃいけないよねということしか言えません。でおそらくですけど、やっぱり多分来年は少し戦争リスクが高まればほど円高に一瞬は触れると思います。で本当に海外と、購買力平価でいうと PPP って略すんですけど、あの日本と海外の物価を合わせようとするならば、計算上ですよ、これうちの勝手な会社の計算なんですけど、円が80円じゃないと釣り合わないぐらいなんですよ。でも逆に言うと円80円にした場合は日本で困る人も多いですね。輸出入の輸出で食ってる会社とか、これも元に戻れないですか。今はもう大体そうですね、会社が予算上叩き出してるのは138とか138、144レンジぐらいですよ。トヨタなんかまさにそれぐらいで、トヨタさんなんかの見てる有価証券報告書、あれで利益の予想どうしてますっていうのは、来期これぐらいで見てますって、トヨタでの経理部で使っている為替の見通しって書いてありますから、必ず書いてますから。 UFO とかを見て、会社の UFO とか見ると、いけてる会社の UFO って大体来年の予想ってしてますから、そこを見られると少し参考になるんじゃないかなっていう気はします。はい、結論、あの私は分かりませんとしか言ってない投資家さんによっては、投資家たるものを喜んで払うべきみたいな方もいらっしゃれば、こう とにかく払いたくないって方もいらっしゃいますが、お二人は税金に対してどうですか？え、払いたいやつ勝手に払えよって、まあ、私の立場が税理士なんでね、まあ、適正な納税義務を実現するとかいう役割があるんで、そのやっぱり脱がつくことはダメなんですよ、当然。やっぱ節をやって、うん、もうギリギリ1円までやって、それでも出る税金は、まあ、スパッと払う、期限までに、うん、というのが私の考え方ですね。節は結局経済回さないとこの規模無理ですよ、うん、節のために使うお金1000万単位最低ですからね。あとはちょっとガソリン使っちゃってる部分、お船なんか1時間走らせると130リッターから200リッターいっちゃうんですね。だからちょっとそこは温暖化に寄与しちゃってる部分はあるんだけども、それ以外はそれで食っているマリーナの方とか大馬さんを面倒見てくれる方とか、絶対僕で食ってんだからさ、ちゃんと経済回してるって責任、自覚あるから、世の中の一端僕は担ってますよ、ちゃんと。まあ、結構あれですよね、私も知ってる不動産やってる方で、やっぱ時計とかね、うん、車とかね、すぐ金になる、大好きでね、うん、それで結構いいやつ儲かるからっつってね。で今さっき C さんはほらどうしても売らなきゃいけない時もあると、うん、頭金つくんだよね、はい、それをねできない人も多いですよね、そのまま持ってる。だからお金はなかなかない、うん、だから売ればまた税金かかっちゃうから嫌なんですっていう人も結構いるんで、そこはねやっぱり不動産がメインなのか、そういうこう、まあ、時計とかそういうのが好きだからそうなのか、まあまあちょっとどっち近づになってる人がね多いかなって気はしますよね。私の場合はもう車も時計ももうなぜか生まれてからずっとあまり興味がないので、車は動けばいいよと、もう軽の、中古でいいようなのに来てるので、やっぱりねそれを買うんならもう本、まあ、いわゆる不動産で節税しちゃう、うん、不動産そのものを買って節税に持っていくと、それがまあ私のスタンスだよね。だから中古の要するに耐用年数を短くできる、それから建物比率を上げる、で消費税還付もやる、で法人他法人でまあ節税もやる、そういうことをやってますね、うん、